どうも皆様、こんにちは、和也と申します。では、ママに会いたい続きをやっていきたいと思います。前回ね、3番目のお姉兄ちゃんに腕を取るのを手伝ってもらったら、最後ね、お兄ちゃんと一緒に死んでしまったんだけど、これね、お姉兄ちゃんで、黒幕がこの2番目のお姉ちゃんだったわけなんだけど、お姉ちゃんは最後にしようか。1番目のお兄ちゃんに手伝ってもらおう。兄ちゃん、あはっ、そんなところで何してんだ。かくれんぼの続きでもやるつもりか。お兄ちゃん、かくれんぼしないかな。なんだよ、しないのかよ。宝探ししてるんだ。僕の腕なんだけど。何それ、面白そうじゃん。5番目の足の次はお前の腕探しか。いぜ協力すんで、するんで何するんだ。この箱の中が気になっていて。ほう、まずはその箱ってわけだ。よし。速攻見つかるんじゃないの。わ、お兄ちゃん見えないよ。うるせえ、お前は見るな。見たらかくれんぼ100回の刑な。それはそれでいいかもしれないけど、お兄ちゃん、めっちゃかっこいい、その対応は。見せないためにね。理不尽だ。ちょっと中に何があったの。お前が見るのはまだ早いな。ハードなスケベグッズがあったわ。それはそれで見たいな。ドスケベ一体どんな。まだ知らなくていいっつーの。てか、お母さんの中にそのドスケベグッズが入ってるのもおかしいけどな。とりあえずお前の腕は入ってなかったぜ。そっか、手伝ってくれてありがとう。お兄ちゃんのところに戻ってみるね。おう、頑張れよ。まず見つけなかったってことになるのか。なるほどね。じゃあこのままお兄ちゃんのとこ行こう。あなたを迎える準備が楽しくて楽しくて、だから早く元気にここへ来てね。わ？え、なんと今までさ、なんかお前はいらないみたいな、早く出てってよ、至急なんかいらないみたいなこと言ってたのにさ、早く来てねっていうのおかしくない？なんでそんな心変わりしたの？兄ちゃん？兄ちゃんがいない。どこに行ったんだ？あれ？お兄ちゃん？ん？どこに行ったんだろう？待って。セーブ、どれだっけ？ちょ、やばいわ。セーブするのできないわ。どのセーブデータが、あの分岐点のセーブデータが覚えてない。でも多分今あるとこ、暗くなった？なんで暗くなったの？もう一回聞けば変わるかな？変わんないか。え？鬼、死んでる。何が起きたんだ？タネさん、どうしたの？返事してよ。そんな、中が暗くて見えない。お兄ちゃん、みんな死んでる。お兄ちゃんがやったのか。彼は素敵な人だった。私のないものをたくさん持っていた。なんだ、どうなってるんだ。あ、お兄ちゃん。ん？ああ、お前か。なんで溶けてんの？メッセージ見ると、なんで溶けてんだ？足は大丈夫なの？ああ、もうしっかりくっついたぜ。鳴らすついでに少し散歩してたんだ。そっか、じゃあ一緒に腕探そう。はあ、そのことなんだが、お前の腕、見つけたぜ。え、本当に？どこにあったの？あっちだ。こっちだ、ついてこい。下行けるの？下に行けるの？そこに驚きなんだけど、今。これがあなたの願いならば、ごめんなさい。ママ。
怪しいぞこれ。え、待って、これお兄ちゃんに裏切られるとかそういうのやめてくれよ。ねえ、お兄ちゃん。本当にこっちに僕の腕があったの？こんなところ、一度も来たことないよ。ああ、お前は来たことないな。でも俺は来たことがある。だから安心しろ。うん。お兄ちゃん。なんでずっと顔そらしてるんだろう。ええー、待って、これは罪悪感があって顔をそらしてるのか、それとも別の誰かがお兄ちゃんになり変わってるのか。どっちだ？こんなとこに腕あるわけないだろ。あれ？この辺りぬかるんでる。どうしよう、このままじゃ倒れそう。お兄ちゃん、動けないよ。お兄ちゃん、ねえ、どこに行ったの？お兄ちゃん。え、血の雨じゃ。どっかで血祭り開催されてるな。何か降ってきた雨。ああ、全身が痛い。何これ、溶けてる。なんで。ママ、手が伸びたね。はぁ、どういうこと。いや、わかんないわかんない。はい、わかんないわかんない。はい、わかんないわかんない。それ全然わかんないわかんない。本当にわかんない。四角。え、これってさ、お兄ちゃんに裏切られたのか、それともこれはお兄ちゃんじゃなかったのか。わからない。お前、よくもわしを騙してくれたな。おら、おら、おら、これでもどうや、おら。腕ないからなんもできん。腕ない、ないもん今。腕なんもないもん。わし悪いことなんもしてへんのに。戻ってきました。2番目のお姉ちゃん。これが黒幕説があったんだけど、いやもう、わけがわからない。とりあえず2番目のお姉ちゃんにお願いしよう。お姉ちゃん。あら、あなたここで何してるの？お姉ちゃん、あのね、今僕の腕を探してるの。その、できれば手伝ってほしい。腕を？監視に取られたんじゃ探しても無駄でしょ？諦めたら？無駄でも少しくらいは何かあると思って。そんなのあるわけないでしょ。アホじゃないの。そんな、でも諦めきれないよ。知ってんやぞ俺。あんたが腕隠すように命じたんやろ？わし知っとんねんで。ママに会いに行くなら腕があった方が。はぁ、キモ。もうキモってそうすぐキモ言う。傷つくんやね、それ。自分はね、別に悪気があって、まあ、これは絶対悪気あって言ってるけど、悪気なくて、まあ、悪気しかないだろうけどね、キモなんて言う人は。キモとか言うかもしんないけど、軽い気持ちでキモって言ったらね、それはね、言われた方はね、もう、一生残る傷としてね、抱えていくことになるかもしれないんだぜ。ママに会いたいなんて、私には理解ができない。お姉ちゃん、もしかしてママが？私は手伝わない。じゃあね。手伝ってよ。お姉ちゃんはママのこと嫌いなのかな。まあでもな、今から生まれてこようとしてるのにさ、それをなんだろう、いらないってやられてるの声を聞いちゃったらさ、それはちょっと嫌な気持ちになるかもしれないね。じゃあお兄ちゃんにもう一回話しに行くか。お兄ちゃん、ダメだった。どうした？何をすればいいか聞きに来たのか。うん。腕を見つける手がかりはなしか。仕方がないか。こればっかりはどうしようもない。
そうだな。代わりになるものがあればいいのかもな。代わりになるもの？お兄ちゃん腕くれる？多分双子だからさ、くっつくと思うんだ。ダメか。あ、手がかり？なんだろう。ん？お姉ちゃん？どっちだ？私ね、夢を見てたの。ママに会って、パパに会って、そして、幸せになるんだって。私、ママに会ったことあるのよ。会ったことはある？だけど、生まれた瞬間、私、ハサミで切り刻まれたの。待って、鳥肌立った、今。な？それもう。そういうことか。自分で、多分、個人的に一人で産んだんだ。で、それで、その子供を殺したんだな、多分。最低なんだけど。何が起きたのか、何もわからなかったわ。痛くて叫んでも、ママは手を止めなかった。そして、魂になって、ここに戻ってきてママの声を聞いたの。私、いらない子だったの。邪魔な存在だったの。私、嘘でもママに愛されたかった。でも、愛されなかった。だけど、私が体を失って、初めて妹ができたとき。妹？ああ、妹、ああ、お姉ちゃんね。純粋に嬉しかった。そして、この子はちゃんとママに愛されますようにって、心の底から思った。その時はまだ、ママのことを信じてたの。でも、実際は、私と同じで、いらない子だった。私、あの子のお姉ちゃんなのに、何もできなかった。この子は、ママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて利口だったの。ママの声が聞こえた時もこの子は、笑顔を絶やさなかった。こんな子をいらないと言って殺すママが、もう今は信用できない。あんなママに合わせるくらいなら、あなたたちを、あなたたちを殺してあげようって、そう思ったの。じゃあ、僕らの手足を隠したり、監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやってたってこと？そうね。間違ってないわ。四番目に頼んで殺そうとしたの。だけど、結局私が殺そうとしたことに、変わりないわ。四番目の人は僕らを殺せる？監視しか思いつかないよ。正解。あなたたちの手足をちぎったのは、監視とくっついた4番目。3番目と種がくっついたみたいに2人もくっついたのよ。そしてそれが、あなたをずっと見ていた目玉ちゃんよ。うん、それは知ってます。目玉さんは4番目だったんだ。でも、僕らと姿が違うんだね。4番目の奇形が関係しているのかもしれないけど、私たちとは違うの、仕方がないわ。あれだよね、奇形ってあれだよね。なんか一瞬顔が映った時に一つしか目がなかったから、まあそういう障害みたいな形で目が一つで生まれてしまったみたいな子ってことだよね。二人は好きな時に好きなように、監視と4番目に変身することができるの。それを利用してあなたたちを殺すように命じた。表向きはね。ん？表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。なんでもないわ。だけど、結局のところ、あなたたち、どちらかは必ず死ぬわ。必ず死ぬの？なんで？え？あなたたち、双子の場合は少し難しいのよ。このママの中、スコラ中ヒビだらけでしょ？確かに。監視がたくさん出入りしたせいで、私たちのこの空間が限界なの。二人一緒にここから出れば、ママもあなたたちも、全部なくなる。
お母さんが負担に耐えきれないってことかな。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見て分かったわ。あなたたちは二人で一つなのね。だから二人を同時に殺そうって思ったの。お姉ちゃん。はあ、私はあなたたちのためにだなんて。結局私の独りよがりね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。今さら謝ったところで許されるとは思ってないけど、ごめんなさい。いいよ、そうだよ。俺ら被害者ブラザーズじゃん。シスターズ？どっちだ？え？お姉ちゃんが僕に冷たい理由が分かったよ。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら、同じことをしたかもしれない。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは自分たちで何とかする。なんたって僕には、お姉兄ちゃんの脳もあるからね。お姉に、三番目のこと言ってるのかしら。お姉ちゃん、話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくれ。そのこと話しちゃうの？ちょっと何聞いてんのよ。ん？な、あいつらは大丈夫っつったろ。やっぱり隠し事は楽しくねえしな。そうね。でもまだ。まあ一気に吐き出す必要はねえだろ。もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。ほんと、そういうとこキモいよ。死ね。それはいいキモい死ねだったね。傷つくって言ったけど、それは傷つかないキモい死ねだと思いますね。はてかもうとっくに死んでるっつうの。確かにね。え、こっからどうなるんだ？勢いで飛び出してきてのはいいけど、ここに来たら緊張してきたな。どっちか一人なんてどう言えば。だから今のこのセリフは、迎える準備ができて楽しくて仕方がないって言ってるってことは、多分ね、これは本命とできた子供だと思うの。だから生まれてきてっていうのを楽しみにしてるんだと思うけど、なんで監視来るんだよ。じゃあよくわからん。いや、わからん。今の監視が4番目の子ってことか。だからお母さんが望んでやった監視ではなく、もうわけわかんねえ。わけわからん。行こう。セーブ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 。よし。お兄ちゃん、俺らどっちかしか生き延びれないんだって。この試合する？絶対負けんじゃん。足も手もねえ。足も手もあるお兄ちゃんと俺じゃ負けるな。ねえ、お兄ちゃん。お話があるんだけど。あ、なんだ、そんなしょぼくれた顔して。2番目のお姉ちゃんから聞いたんだけど。ああ、一人しか残れないと。そりゃしょぼくれた顔にもなるわな。お前はどうしたい？僕は。お兄ちゃんと一緒に行きたい。お兄ちゃんに行ってもらいたい。これお兄ちゃんと一緒に行きたいって言うと、ハッピーエンドなのかな。うわー、迷うなー。ハッピーエンドはできれば最後に見たいぞ。お兄ちゃんに行ってもらいたい。お兄ちゃんに行ってもらいたい。バカかお前。え？はあ？お前は何のためにここまで来たんだ。俺を生かすためか。違うだろ。ママに会いたくてここまで来たはずだ。それを今、棒に振ろうとしてるんだぞ。バカ以外に何だって言うんだよ。だけど、ここまで来れたのは、お兄ちゃんのおかげなんだよ。それなのに、僕だけが行くなんて。はぁ、仕方ねえ弟だな。わかったよ！一緒に行くぞ！あ、一緒に行くんだ！あ、さっき、ちょっと疑ってごめん、お兄ちゃん。あれは多分お兄ちゃんじゃなかったんだな。わかんないけど。お兄ちゃん！ただし、結局二人が行ける方法がなければ、
結論は俺が出すからな。俺はそれまで一緒にいるだけだ。うん、じゃあ絶対見つけないとね。いいお兄ちゃん持ったな。お、一緒に行動できる。やった。2にセーブしとこ、一応。よし、行こう。どこに行けばいいんだろう。方法を探すって言ってたけど、やっとお兄ちゃんと一緒に行動できる。ここお姉ちゃんに見てもらいたかったんだけど、やっぱり何か入ってるのか気になるな。お兄ちゃん、探してくれないかな。スケベな何か入ってたりして。スケベってどんなやつ？例えば？あー、答えてやろうが。例えばな、おっぱ。ここ以外の場所探そう。ほんの冗談だぜ。おっぱい。みんな大好き、おっぱい。来たよ。あ、5番目を連れてきたんだな。お姉ちゃんじゃなかった、お兄ちゃんだ。答えは決まってっか？二人でママに会う方法を探してるの。なんだって、まあ無謀なことするね。でもそれが二人の答えなら俺は協力するぜ。まああいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でもどちらかなんて選べなかったらこうするしかないと思って。いいね。何もしないで終わるのも嫌だろう。最後まであがきな。うん、頑張る。そうだよ、できることは全てやろう。あれ、お姉ちゃんかこれ。お二人さん来たんですね。2番目の方から事情は聞きました。大変ですね。どうにかして二人が一緒にママの元へ行ける、そんな方法がないですかね。方法があればすぐにでも協力しますよ。お姉ちゃん、ありがとう。お姉ちゃん、あら、やっと来たわね。結論が出たってことかしら。結論は、その、二人でママに会いに行きたいの。はぁ？舐めてんの？舐めてない。舐めてないよ。これから方法を探そうと思ってて。はぁ、ほんとあんたら弟たちね。ごめんなさい。二人が一緒に行ける安全な方法は、私が全部調べ尽くしたわ。それでも、残念だけど。ママの意志に私たちは逆らうことができない。そういう風にできているの。じゃあ二人一緒には本当に行けないの？そんなに一緒に行きたいなら行けばいいわよ。あ、どういうこと？あれ、いいの？アホに何言ってもダメなことはもうなんだわ。へえ。ちょっとそこの5番目ちゃんと聞いてるの？お兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃん、さっきからずっと無反応だけど、もしかしてお姉ちゃんたちが見えてないの？あ？俺の話してんの？俺の話してんの？お兄ちゃん、今お姉ちゃんの姿見えてる？見えないな。どこにいるんだ？あら、見えていないの。なぜかしら。なんでだろう。僕は見えるのに。お姉ちゃんの脳を頭に移植したからかな。まあいいわ。とりあえず危険を伴っていいなら、二人で行きなさい。私たちがサポートして出口まで案内してあげる。5番目にも伝えておいて。うん、お姉ちゃんありがとう。いい人になったな。は、待って、これさ、今までさ、ゲームオーバーの時いつも水がなんか垂れてたよね。やばいんじゃない？は、おい大変だ、雨が降ってきたぞ。雨が？どうして今？わかんねえ。他の場所からも、急に水漏れしてるみたいだ。とりあえず見ればわかる。こっちに来い。お兄ちゃん、外で雨が降ってるんだって。僕らも確認しに行こう。なんなんだ、雨って。うわ！急に水音が聞こえたから見てみれば、こんなことになってたんだ。雨は何度か見ているが、こんな水没初めてだぜ。お兄様たちでも初めてなんですか？これは異常事態に違いありませんね。思ってたより深刻なことになっているのね。誤算だったわ。何が起きたの？おー、ストップ。お前らは雨に触れんじゃねえぞ。溶けちゃうもんね。この雨は体を溶かす有害な雨だ。え、溶ける？受精卵が現れると来るんだ。ほう。私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中からも漏れてるぞ。この雨降れると痛いな。お兄ちゃんたちが家にはね、
この雨、僕らを溶かしちゃうみたい。ああ、なんだってこんな急に。部屋の中もダメとなると時間の問題ね。私たちが周りの様子を見てくるわ。でも、さっきも言ったけど、私たちは体がないから、結構自由が利くのよ。あとはアホと3番目。おう、アホって言われて、おうって言えるのもどうかと思うけどね。はい。二人がちゃんとママに会うために協力してちょうだい。とりあえず、他の場所がどうなっているのか、それぞれのタイミングで調べてきて。了解だぜ、任せとけ。了解です。僕たちにも何かできることないかな。あなたたちができることは身を守ることね。つまり部屋から出ないように。うん、ちょっとキモい返事しないでくれる？なんで？はい。うんって言ったらキモいの？誰を監視する？誰を監視する？待って、整備してないぞ。ちょっと待って、どうしようかな。お姉ちゃん、お兄ちゃん、おね兄ちゃん。前回と同じで、おね兄ちゃん見てみようか。あー、そういうことね。おね兄ちゃんを動かすことができるんだ。入ることはできない。どうなるんだ、これ。気になるね。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。確実に、次。最終回です。